シュシュポッポ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 。おでスイグを直せるだけのパワームーンが見つかってよかったよ。さてさて、これでも読んでおこうかな。これはいいわ。ヒップドロップジャンプで、ホップステップジャンプみたいな言うな、お前。ヒップドロップジャンプ。ホップステップジャンプみたいに言うな、お前。あ、都市の国。あ、そうか、都市の国か、次。そもそも、都市の国行こうとして、クッポに墜落させられてここ来とったんだな。忘っとったわ。ビルが立ち並んでる大都会だよ。パームの力で張ってるスタンドだけで。え、今、マリオの世界のアメリカってパームの力使ってんのか。それはいいこと。新しいエネルギー。石油とかに、そういうに頼らんようなエネルギーになってしまったんだ。そうそう、パームってどうやって作るんだよ。クッポの結婚なんか広めすぎだろ。広告代めっちゃかかっただろ、クッポお前。おもむろい邪魔者っていう感じの邪魔者がおったし、え、地球防衛軍的な設定だったんこれ。地球防衛軍にできそうな感じの敵おったぞお前。やっとたどり着いたけど大変なことになってるね。ほんまやな。あ、見てよ、クッパの船だ。早く行かないと。あ、こんなとしゃぶらいの中よう横になって寝れるようなマリオ。マリオって案外眠ければどこでも寝られるタイプの人間なんかな。マリオもうそろそろ収録始めるから起きて。おやあ、先生気づきだよ。よっしゃ、都市の国アメリカ、アメリカか知らんけどアメリカっぽいから。やってきました。皆さん、左上見てください。今回、パワームーン20個も集めないといけません。さすが、パワームーンで繁栄している都市の国って感じで、20個です。よし。さて、やっていくぜ。まさかの前回のラストでね、地球防衛軍でもさせられるんかなってぐらいの化け物が出てきたけど、なぜ、あんなところに。ポリン社長、誰だよ、ポリン社長。ポリン社長。あ、これか。ポリン社長、これか、お前。方針が違いすぎるんだよ。マリオと、おっと、こんなとこに来られるとはとんだ災難ですね。あの怪物が来てから街は荒れ果てる一方です。あれ、クッパの仕業なの？え、地球外から攻めてきたみたいな感じのやつを出すだけど、クッパが作ったの？あれ、クッパが用意したの？結婚式の宣伝をしているようですが、私たちは招待しているのでしょうか。嫌な招待の仕方だな。一体どうしたら、ちち、自衛隊呼べよ、自衛隊。自衛隊の出番だよ、あんな。一体どうしたらじゃなくて、自衛隊を要請しないと。政府はどうした、政府。おい、市長、政府は。ああ、国が機能してないじゃないか、お前。国の機能が機能してないじゃないか。国の機能が機能でない。行ってきまーす。よー。街の外れ。なんかいっぱいいる。やばい、子供っぽいんが。幼虫体みたいなのがおるじゃないか、お前。地球外生命体の部類だろ、こんなん。わー、体中の血を吸い尽くしそうな感じの口してる、こいつ。乗り移れんのやな、こいつは。あと幼虫、これがこう、成長したらこれになるみたいな感じになってる。わー、恐ろしい。これ幼虫の状態でこうしたら、そのまま吹き飛ぶ。これ、まあ、成虫にやってもこのまま吹き飛ぶ。あんま変わらん。スプリンクラーちょっと出るんじゃ。なんかに使えそうな感じやな。今後この水をかけたら何かが起こるみたいな。水をかけたら女の子になっちゃうみたいな話になるかもしれん。なんか飛んできた。わあ、ゾウタンク、ここでもおるんじゃ。なんで帽子かぶってんねん、お前。なんでお前ゾウビして、わあ、帽子かぶっとる分、ダメージ一回耐性があるんじゃ、耐性がな。そうか。撃てー撃てー、こんな街中でぶっ放してもいいのかって思うけど、撃てー、車破壊したけど、そんなことはいいから撃てー。よっしゃー、ダララララダラララタッタラッタッダラララダラララハハダラララダラララ
ダラララダラララ戦車道ダラララてか俺が自衛隊みたいな感じだ趣味悪いかんばここまで宣伝したんじゃん。どんだけ来てほしいや、ピーチの結婚式に。お前なんか知らんわってよ、みんな思っとるぞ、お前。さて、この辺は、特になんもなしかし、いら、車があるから破壊。あ、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 あ。金をくれないと俺もこの辺壊し回るぞ。ああ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 。車の中に貴重品はなしか。じゃあ店入ろう。待て、これこの状態で入店できんかな。この状態で入店できんかな。だらいろだらいろ入れろー入れろー入れろー、入店させろー、入れろー。あ、これ分けられとんじゃ、これ普通のコインのとローカルコインのって分けられとんじゃ。今回はここに逃げ込んできました。外はどうなってるのです。普通の人がこれ見せ場やよんじゃ。リアリティすげえな、リアリティシムズじゃん。シムズに出てくるキャラクター並みリアリティが高いぞ、これ。マリオのキャラクターと思えんし、その帽子、こいつもこんな高い帽子かぶっとんじゃん。似合わんよ。とりあえず、まあ、パワームーン手に入れておきます。パワームーンの色がチョコレートみたいな感じになってる。よっしゃー。どんな服装があるこれ。あ、スーツ帽かっこいいな。かっこいいけど俺はこのままメカニックの服で行こう。じゃあローカルコインの方もちょっと見てみよう。まあほとんど取ってないけど。ああ女性おる。お尻引っ張ったくよみたいな感じになってるね。セクハラやん。ビルダー帽、作業着的な感じのやつで、ゴルフ帽。これゴルフ関係ある？え、ゴルフ関係あるこれ。スポーツのゴルフ関係ないこれ。あとステッカーとトロフィーもあるのこれ。ポリーン像。市長によって作られた市長の、どうぞ。市長も市長で自己主張は激しいタイプらしいわ、これ。自分の銅像って。こういう市長とかそういう村長とかそういうタイプの人ってなんでこう自分の銅像を継ぎたがるんでしょうね。おお、なんかバイオハザード発生してもおかしくなさそうな見た目の街やなこれ。偏見かな。ラクシティ感の雰囲気があるぞ。よっしゃ、とりあえずゾウタンクでこの辺の荒らしまくる。いやー間違えたー間違えたー、ボタン間違えたー。なんかさ、コールオブデューティーとかの影響でさ、R の R2、R2 をさ、トリガーとして引く癖がついてしまったんよな。実際このゲーム、Y ボタンで打つんやけど、コールオブデューティーの影響でな、R2 がトリガーっていう印象があるんですよね。FPS、だいたい R2、R1 あたりがね、射撃ボタンやけんね。なんかこの辺壊しまくったところで何かとりあえずハートは手に入れたけど目星いいものかっつったらそうでもない感じです。よし、ここで降りて、よっしゃ行きましょう。さて、地球防衛軍、俺が地球防衛軍にならなあかんのか。全く自衛隊が機能してないっていうね。この国どうしたみたいな感じになってるけどさ。いいのかこれで。いてててやばいやばい。でした、暴走しすぎ暴走しすぎ。二重重ねとかいらない。わーお、
よミスター、まだトリガーを間違えてこれで脱出ボタンをなんか間違ってしまうのね。降りて、撃って、どんどん撃て、遠慮せずどんどん撃て、突っ込め。これ、あ、派手なブロックが俺を見たら、これ派手なブロックいって、なんか撃たれた、知らぬ間にどこから撃たれてる、アイフル、こっからかよてか、ほ張りすぎだろ、ポスターここの市長に許可取ったんか、こんな張り方、乱雑に、おい結婚式来なかったら滅ぼすぞみたいな感じの化け物用意しとるし、クッパの方も絶対交渉してない、ちゃんとした交渉してないわ、あれそんなんで人が集まったら苦労はしないぞ、もうクッパしか得をしないような結婚式をやろうとしてるな、みんなが不幸になる、みんなが不幸になるやん。それではマリオ止めますわ、なんか爽快感あるなこれ戦車っていいねって言ってと思い始めてきた俺があるよ、もうそれがさらに言ったらガルパンはいいぞって感じになるんだろうけどね、俺はガルパン興味ないから見たことないんだよね、ごめんねみんなパワームーンが全くと言ってほど見つからない、おっと隠しルートだこれ、絶対この先なんかあるなこれ、さっきこっち行ってしまえ、なんかあるだろうこれ、いかにもな感じだったし、いかにもって感じだったし、このへこみとか関係ないんか、なんもない、え、いかにもみたいな感じで道ができたのに、あ、これこういけるか、ちょっとずつ上に上がりよるなこれ、いや、いけそうだ、こういう感じの感じだったかもしれない、よっしゃー、やっぱりやっぱりや、やったぜ、俺の勘は鋭かった、よっしゃー、日本の鉄骨に挟まれて、俺の顔はおっぱいに、いや、でもやめとこ20個集めなあかん終わりにはなかなか見つからん感じになってきた、ちょっと苦戦しそうかもしれんな、ここのステージ、地球防衛軍つなぎを聞いた地球防衛軍マリオって感じになっておりますがもう単独やけん、どっちかって言ったらエージェントって感じかなどっちかって言ったらバイオハザード4のあのレオン・S・ケネディ的な感じだなあ、どうぞどうぞ、電気ビリビリがあるなこれ、電気ビリビリの前にちょっとこのブロックも一応返しとこう、なんもないと思うけどね、うん、オッケー、よっしゃー、電気ビリ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 、オッケー、こんな事態になるとは、いやだからさ、自衛隊を呼べって言うよお前どうしたらいい、自衛隊だから先は言う、自衛隊を呼べってお前戦う力を用意しろ、戦う力をお前あとどこおるんだろう、ちょっと上の方、さらに上の方か、結構上の方におるんやな、もう喋れやお前お前はなんか喋れやヘリポート、あ、ヘリポートか、ここヘリ、自衛隊のヘリが救援に来んなかわいそうに、税金こんなにまともに支払ってないんか、この国の人は、あーお前、おおおお、なんか来た、変なとこいた、なんか知らんけど変なとこいたわなんかここ、なんか思うところ来ちゃったけど、どうやって戻るんだこれ、あれ、どうやって戻るの、戻れない感じですが、あ、さらに下に行けるの、行けんなこれ、行けー、さらに下来ちゃった、さらに下来ちゃった、なんか知らんけど、なんかありそう、敵も全然おらんあたり、なんか怪しいぞこの辺、なんか隠しでありそうな気がする、おお、土管がある、あ、こんなところもあるのね、なんか広いな、
今回都市の国って言え大都市だけに広いな。ちゃんと隅々まで見たらなんかあるみたいな話だったりせんのだろうか。せんな、なんかありそうな感じはするんやけどな。俺隠しでなんか通路的なやつ、まあ、何にせよ土管があるけどそこ入っていこうや。あー誰もらん。隅々までちゃんと確認せんかったらなんかありそう。なんかここ入れますか。入れないよ。おお、なんかすごい探検できるね。まさにオデッセイって感じです。まさにオデッセイって感じです。いいですね。戻ってきた。そう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 。ただ落ちたここ向こうの元のところに戻れるみたいな通路だったか。あの土管は別にそういう意味、深い意味はなかったんやな多分。 OK。 一本橋の橋とか先とか、なんかカイジの世界を思い出すんですけど、カイジアメリカでもやってんのか、こういうなんか命を懸けたギャンブル的なの。あーん、建物なんか入れるで。なんか中でなんかあるのかね。中でクッパは結婚式の準備とかしないだろうね。火災付きとか作ってないだろうね。文化祭みたいに、文化祭みたいに。あー、あれ、おお、視聴者。ああ、視聴者って言われにはそんなに入り組んでない感じが。うわ、崩れるのね。ああ。ポケモンの空の柱的な感じね。最上階にレッグーズが言いそうな感じね。ああ、はいはいはい。だとしたらさ、崩れすぎだろう。視聴者だろう、仮にも。市長がここで働くよって感じ。わーおー。どこへ戻されるのこれ。ここからよし、思ったじゃ戻されなかったわ。じゃあですね、いてててホップステップジャンプと OK。 あ、届かへん、届かへん、危ない危ない。 OKOKOK、 よっしゃ、この上にあのバケモンだろうな。今のところパームが全然手に入ってないけど、まあいいや。この辺はポスター剥がしたらコイン出てくるシステムになってる。オッケー、いって、あんな突っ込み方してくるのか、あの虫野郎、虫野郎は。まあいいや、とりあえずどんどん進んでいこう。 B で捕まれる。よし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 で、登って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 、はい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 、よし、そのまま上に登るのが正解のルートやけど、とりあえず先にこっちを取る。最上階にクッパ待っとんかな。もうこの都市にはおらんのかな。あのイニシエだったか、あの前の何もないような島にちょっと時間かかったけんな。その間にもうこの都市でやることは終わったかもしれん。てかこの都市でやるのは宣伝だけかもしれんけんな。宣伝だけ、宣伝をしたいがためだけにここ寄ったかもしれんねんな。ここの人たちを呼んで自分の結婚式に呼びたかっただけかもしれん。おらんかもしれんな。このポスター貼るだけ貼りまくってもういません的な感じかもしれんしな。いやー、敵が多いな。やべ、突っ込んでくるやつがめっちゃ多いで。離れろ、これは離れろ、離れろ離れろ。あー、思ったよりついてきた、思ったより飛んできた。だんだん帽子のエムが研ぎ澄まされてきたー。欲しかったやつ、やったー、念願の回復アイテム。ちょっと長いことやりすぎてさ、帽子のエムがちょっとされてき始めたよ。そしてこの建物がなんかおるだろこれ、絶対おるぞこれ。まだ上みたいだよ。そりゃそうだろう。
はよどんどんさ、パワームーン手に入れんかったらさ、全然パワームーンも扱ってないんやけど、20個もいるのに、20個もいるのに3つしか手に入ってないんやけど、絶対どっか取りこぼしはあるんだろうかなって思うんやけどさ、わからん。あ、こんな方まで来ちゃった。あ、でもなんか大都市やけんな、大都市やけん、もしかしたらこいつ倒したら倒したで次どっかなんかあるんかもしれんけんね。違うエリア的な、この都市でのまだ違うところ。お、クッパおるしよみたいな。クッパはよみたいな、おるでないか。あ、どっけ、この都市でのことは終わったみたいな感じじゃないんやな。このままではエネルギーが全て吸い取られてしまいます。じゃあだからさ、お前同じことを何度も言わせるなよ。自衛隊呼べ、自衛隊をな。自衛隊でさ、戦闘ヘリとかさ、とりあえずこいつら倒すような兵器持ってこいよ、お前。何もしなさすぎなんじゃん、お前ら。現地住民、お前。うわぁ、クッパ製なん、これ。クッパが作ったん、これ。すごいな、お前。メカニズム。だって地球外生命体やん。うーわー、泣いてくれんねんねん。あマリオじゃなかったら死んでるわ。この高さで生きてられるのはマリオと未来少年コナンぐらいじゃん、お前。あ、おあつらい向きにこいつ戦い的なやつおるし。全然撃てこいよ、こいつ。あ、敵じゃないんこれ。撃ってきたー、撃ってきたわ。なんかすごいじっと見つめられとったけど、普通に撃ってきたわ今。よっしゃー、行って、何にせよこいつで戦えってことか。いけー。あ、この光っとる部分どんどん狙っていけってことか。あと一つ、そこだ、そこかー、そこかー。よっしゃー、全部消えました。チャンス、撃って撃ってって、どこ撃てばいいん。あ、どこ、適当でいいんだ、適当で。適当でいいんだ、狙い通り。お前、そんな狙ってなかっただろ、お前。ああ、悪空間にワープして行動してる。わあ、突っ込んできたー。おお、なんか戦車ゲーになってる。マリオが、まさかの戦車ゲーになってる。マリオオブタンクスやん。マリオオブタンクスやん、これな。え、任天堂さん、ちょっと、ワールドボタンクス的な感じのゲームが好きなのかな。ガルパンはいいぞ。ほなガールズ&パンツァーじゃなくてマリオ&パンツァーじゃん。あ、どこ来た。あ、あ、まだ光り始めた。で、多いな数。なんか数多なってません。ちょっと増殖してません。数増殖してませんか。増殖機能もうかなり備えた感じ。すごいな、生態兵器やこんな。バイオハザードや。おっと、突っ込んできたー。大丈夫大丈夫。おお、火が出てきました。撃ち落とせるんかなこれ。なんなら撃ち落とせるんかなこれ。撃ち落とせよんな。よっしゃあ、で攻撃のチャンス、攻撃のチャンス。泣いてきたらエイムもそれなりに良くなっております。オッケー、いいね。くらえー、イエーイ。思ったより弱い、弱い。マリオオブタンクスの前に敵はいないわ。やった、詰め合わせ、パワームの詰め合わせ来ました。あ、戦車どこ行ったん。さっきまで活躍してくれた戦車どこ行ったん。俺に磨いてあげようと思ったんやけどな。よし、めっちゃツヤツヤしてる。マリオの肌めっちゃツヤツヤしてるやん今。なんか知らんけどマリオの肌がめっちゃツヤツヤしとった件について。 It's Odyssey! やったぜ。ちょっと面白かったな今回。戦車動かして、これが3個分になる件、合計5個か。まだまだ少ない。おっと、晴れた。再出発。あ、市長なあ、峰富士子的な体型やな。
今見たら。邪魔者を追い払ったね。空も晴れやかだよ。さあ、クッパの追跡を再開しようか。バームが足りないから、町まで探しに行こう。クッパおったぞ、さっき。さっきクッパおったけど、どこ行ったあいつ。もう、ここでの、こう、やることは終わったけん、どっか行ったりできた感じ。あ、そうなん。そうか。わかったよ。活気が戻ってきました。どうしたん？ポリン市長がまだ何かお困りの様子でした。あれ以上にさらに困ったことがあるのが、あの市長さん。困ったことがあるくせに自衛隊を呼ばない市長なんてどうか思いますけんか。私、どうか思うんですけど、あなたはどうも思いませんか？ねえ、おいおい。